この番組はシーモンがお送りします。始まりました。じゃねえよね。おならした。そっからの、じゃーん、これはブーブークッションですね、うん、本当はですね、このブーブークッションブーブークッションと対決しようと思ったわけよ、うん、きたね。この音に俺が勝つ、口で勝つみたいな。口で勝つ、口で勝つ、どういう状態それ。それをやろうと思ったんだけど、うん、あまりにも変態すぎるんで、うん、ちょっと今回はカットということでまたの機会にしようかなと。そのために買ったからね、これね。え、このためにわざわざ買ったの？かなり終わってたみたいな。ここのスタジオに来るまで風が相当強かった。あー、強かったね、今日来なかったね。寒いしね。寒いしね。寒いし風強いしね。だってさ、夜もね、ちょっとギリギリで到着みたいな感じだったんだけど、うん、すごいんだわ、いろんなもん飛んでくる。どんなの飛んできた？あのね、まず博多のサメの缶クショーンだったね。本当に他何飛んできたの？他は愛媛のみかん。すごいところが飛んでくんね。でもみかんはね、ちょっ と飛ばして。いくよ。いいよ。取った。これで取った。取った。すげえな。最初誰かの魂かと思って、うん、あ、魂飛んできたと思って。バーン取った。あれ愛媛。これ愛媛だった。よくわかんない、愛媛って、うん、愛媛わかんないけど。でとりあえず自転車こいでたんだけど、うん、まずサメの缶が飛んでくるチポーンって来たでしょ、うん、次愛媛来たでしょ、うん、愛媛を取ってた。取ってたんだけど向かないといけないじゃない、うん、タイムリミットが迫ってるから、うん、だからとりあえずハンドルさんごめんね、あと勝手に操縦しといてっつって、うん、俺の足も勝手にこいでおいてっつって、うん、もう自動操縦モード入るよここから、うん、で余裕でこう向くじゃん、うん、向いた瞬間にね、中からサメの缶が出てきた。またそこでまた出てくる。さっき避けたよと思ってまたサメの缶出てきた。また避けといて、とりあえずね。そこも飛ぶんだ。そこ飛んだ、きた。風強いからだってびっくりした。愛媛とサメの缶で、愛媛でと向いてサメの缶で避けといたみたいな。で、とりあえずみかん3つ食っといて、うん、え、まあ、入ってんだまだそこにみかん。みかん入ってた。サメの缶が出てきてまだ生きてんの。かなりだから伝説だったわけよ。なるほどね。そうそう。でみかんを剥いて食べるじゃん、うん、だみかんってさ、シワ取る？あー、気になると取るね。気になるとってどういうこと？いや、なんて言うんだろう、思いのがついてたりとかさ、あ、なんか真っ白になってるような感じだけ。あ、え、取らない、全然取らない。基本はね、取る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 。あとね、みかん剥く前揉む。ね、剥きやすくする。そう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 、剥きやすくなんない。あ、違う、剥きやすくっていうか、あれほら、よく揉むと、うん、あの白いさ、多分とこってさ、皮とくっついてんだよね。ああ、うん、いや、揉むとさ、剥がれるってことじゃない？だから白いのがつきにくくなる。本当に？うん、うん、でも基本ついてると、うん、とか何、白いのってさ、あれ苦いの？いや、味しなくない？する？どうなんだろう。あ、あれだな、味っていうか、うん、食感が気になるってことか。あ、口残るとかね、そういうあれでしょ、うんうん、そう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 。とりあえずみかんを食べて、まあ、到着しといたからよかったんだけど、うん、すごいね、風強いとね、うん、で俺の不死身の自転車が初めて倒れといてくれた。どういうこと？倒れといてくれた。倒れといてくれた。うん、いつも倒れないの、どんな風でも。うんうん、びっくりするぐらい倒れないんだけど、今日はもうダメだったね。ダメだった。そんなに多分強かったの。うん、
家とか揺れる？風強いと。いや、さすがにない。本当。何揺れるの？揺れる。ここだってすごいからね。本当に？この前ここで揺れる。この前、いや、この前すごいよ。だって気づいたら沖縄にいたから。飛びすぎ。もうどう突っ込んでいいかもわかんないけど。飛びすぎた。話も飛びすぎた。話も飛びすぎたね。沖縄は飛ばしすぎた、ね。沖縄飛ばしすぎた。千葉ぐらいにしとこうか。そうだね、千葉ぐらいでいいね。千葉ぐらい飛ぶよ。だって危ねえもん、屋根。あのね、要するに屋根で浮くよね。こう。ああ、風が入り込んでってこと？そうそう。てかわざとあれ風を浮かすための屋根みたいな構造してんじゃん。うん。風を受け止めるような構造してない？上は雨でさ、こう流れるような構造でいいんだけどさ、うん、問題はこことここのここ。ああ、ここね。これを思うともう、ここね、風をこう、もうね、受け止めますよコーナーじゃん。風コーナーがあるでしょ。あれ風専用なのよ、あそこ。ああ、なるほど、ね。あそこ、そのためにあるの。あそこ好きなの、風。あそこいつも行きたがるから、風。で、浮くと。浮くで浮くよね、だからね。で、沖縄まで行くの。沖縄まで行く。千葉ぐらいにしといて。千葉ぐらい。いや、すごいよ、だから、ブワーブワーとか。本当にだからさ、風を感じてるわけよ。うんうん、俺もね、うん、家の受け止めた風を、要するに感じてるわけよ。ふわーってなるよ。浮くような感じ。浮くような感じになるね。を体験できるのは風の強い日だけ。札幌中学生、ズボン制服上だって。ズボン制服上。だからスカウトなくなるのよ。マジで？なんでこの時期にって感じしない？うん。びっくりだよね。え、それなんかないの？どうしてそうなったかとか、そういう補足の話は。補足はね、ない。わかんないな。ズボンか。え、なんか寒いとかそういうこと？札幌ってことは。ぽい気もする。まあ、スカートはさすがに寒そうだけどね。でね、うん、まあ、本人たちの意見っていうのがあるじゃん。うん、で兄がもしもスカート女子でスカート履いてていきなりズボンになったらどうよ。どうなんだろう。そのスカートに対するあれが分かんない、気持ちが分かんないからさ、いいと思ってんのかむしろ嫌だったのか。いやいいでしょう。どうなんだろうね。それは多分ね、まあ確かに可愛いはなくなるよね。ズボンってどうなんだろう。でね、本人たちの意見としてはさ、やっぱりさ、だって今の間くらいしかこういう格好できないじゃないですか。マジ。それを考えたら少し寒くても平気。多分寒いの理由なんだろうね。あ、やっぱ寒いってことだね。うん。いや、それがさ、でもさ、今寒いじゃん。うん、冬だからね。冬のこの時期にさ。半袖、半ズボンの人はどういうこと？いるでしょ？たまに見るよ。マジで？うん、それはなかなかだね。レアだね。やっぱレアだよね。かなりレアだよね。レアックスだよね。よくわかんない。わかんないけど。いや、俺が見たのは、外国の人で、うん、上思いっきり半袖だ。あ、半ズボンかな。うん、で、半袖の人も見た。それ日本の人で。あとね、ちょろっとコンビニ行こっかな系の明らかに分かる格好してる人いるのね。うん。その人はもうすぐ薄着で出てきてる人いるけど。マジで、うん、風邪ひいちゃうよね。ねえ、上ぐらい羽織ってくればいいのにって感じだよ。じゃあさ、その寒い格好でさ、うん、愛媛へ飛んできてみ、体で受けたら死ぬぜ。超痛えよ、寒い時痛くない？当たると思うの。確かに痛い。なんで？痛いよね。あれは痛い、確かに痛い。寒いと痛いよね。うん、そうそうそう、っていうことがあるらしいんですよ。